よ。ユッケさんは以前別番組にて松岡さんに一緒にお風呂するとおっしゃってましたがその後お二人でお風呂には入られましたか？風間さんと三人での旅行の際にでも一緒にお風呂に入れたのでしょうか？ユッケさんが松岡さんと次に一緒に行きたいところもしくはやりたいことは何ですか？ちょっとこれどういうことですか？お風呂入ったんですか？何？ちょっと何ですか？なんかあったんですか？なんかあったんですか？いやでも結果的にさ、うん、お風呂一緒に入んなかったよね。入んなかったよ、うん、もうただのあの食べ歩き飲み歩きの旅になっちゃって、はい、もう旅館にも、まあ、まず到着した時点でみんなお腹いっぱいすぎてまず仮眠を取り、はい、すごいなすごいな。で起きたらもうすぐに、あ飯の時間かな、よっしゃ飯食おうぜって飯食い、はいはい、そこでほんとしこたま飲んで、はい、で、まあ、年明けだったから、はい、なんかいろいろツイッターとかで騒ぎながらやってた結果、はいはい、即寝し、うんうん、で結局朝に俺一人で大浴場、うん、あらもうそろそろ起きないでやばいぞって言って二人を起こして二人が温泉に行く。毎回起こしてるじゃないですか常に起床なんか結局俺は一人でしか風呂に入ってない気がするあら、あらあの夜のことはねすごかったね。ゆひつぐさん、そう一緒にお風呂するって言った意図は何なんですか？ちょっとこの言い方ちょっと私気になるんですけど、一緒にお風呂するって、いやそれはね普通のことじゃん。何を感じ取ってるの、ね、ちょっと聞きたいな。だってなんかすごい、だってかっこいい、なんかお風呂行きたいねとかじゃなくて、ちょっと何でそれでどんな風に言ってると思ってたの？ゆうすけ一緒にお風呂する。何自分で言ってんの、恥ずかしがってんだよ。頼むよ、アイムさん拾ってください。ちょっとね、やっぱ同期でもよくわかんないところある、ね、あちょっとやっぱ同期でもちょっと、まあそれよりもこうミポリンがユウスケって呼び捨てにしたことにちょっと俺はキュンとした。違う、そこじゃないそっか、じゃあまだ確かに全国のユウスケさんもね、うん、あ今ドキッとしてたかもしれない、ね、ありがとうございます、うん、今そういう意図もなくね、一緒にお風呂するパーってなるねあれやるんじゃなかったな火曜日また会おうっぽむす。